日米就航記念館は日本初のアメリカ船来航地である和歌山県東。アメリカ商船レディ、ワシントン号とグレース号が寄港した来航の浜の北側に1975年に建てられた。館内には寄港当時の光景がジオラマで再現され、レディ・ワシントン号の模型や資料、写真と共に展示されている。 1853年のペリー提督の裏が以降があまりに有名であるため、それ以前にも日米の交流があったことは忘れられがちである。実際にはアメリカ人として日本に最初に渡航して貿易を申し込んだのは、それより62年も前の1791年、ジョン・ケンドリックの金色島への来航である。 ボストンの商人等がスポンサーとなり、アメリカ西海岸で原住民から毛皮を入手し、太平洋を横断して、関東で売りさばく計画が立てられ、1787年に、ケンドリック及びロバート・グレーを船長とする2隻が派遣された。2隻は、ボストンから大西洋を南下し、南米ホーン岬沖を通過して、太平洋に入り、北上して西海岸に到着したが、 これはアメリカ人による最初の西海岸探検でもあった。毛皮の入手後、グレーは予定通り関東で毛皮を売りにしまわりでボストンに戻ったが、遅れてマカオに到着したケンドリックの取引はうまくいかなかった。マカオには西海岸で出会っていたウィリアム・ダグラスも来航しており、一行はマカオから西海岸に戻る途中で日本に寄港し、 毛皮の販売を試みたものであった。しかし、当時の日本で毛皮は全くの価値を持っていなかったために交易交渉はうまくいかず、数日後に日本を離れている。ケンドリックの一行は、当初の計画から公益という明確な目的を持って、南日本に寄港する予定だったが、想定外の悪天候に見舞われ、黄大島に漂着を装い、寄港することになった。 そして、住民に警戒心を与えないために、中国人船員に書かせた看護の手紙を手渡したり、している。また、毛川の貿易を申し込んだことが、書簡や公文書などから明らかになっているが、大島との村民のやりとりの上で、毛川は、当時の日本では全く価値がないことを知らされ、貿易する意欲はまるで失せたという、一方、日本では、 この来航は偶然の漂着に過ぎない都市実が隠蔽されてきた。これは当時の江戸幕府の統治下、よりによって江戸幕府のご三野であり、絶大な権力を持っていた紀州藩が外国と密に接触するようなことが表沙汰になり、幕府の信用が失意することを恐れたためであり、紀州藩も武士を大島に派遣し、相当する計画を実行していた。結局、 ケンドリックらは幕府から追手が向かっていることを知らされたことなどで、奇襲犯や幕府の役人などと交渉することなく、天気の回復を待ってそのまま日本を離れているため、ペリー来航などと比べると重要な出来事とは認識されていない。このため教科書にも掲載されておらず、日本においてこの日米の最初の出会いはあまり知られていない。しかし、この出来事以後、 幕府の海外警備がさらに厳重となるなど、歴史的に大きな影響を与えている。また、数日間だけの大島と船員との交流は詳しくは、記されていないが、敵意がないことがわかると村民はかなり友好的に接していたようで、船員に対し、米やタキ木などを送っていたことが、後の公開日誌で明らかになっている。 なお、ワシントン州アバディーン市では1989年に、ケンドリックの乗ったレディ・ワシントン号の再建作りが行われたほか、マサチューセッツ州ウェアハムにあるケンドリックの旧宅が、ケンドリック記念館として保存・公開されている。また、2016年には、グレース号上組員のサミュエルデラノの公開日誌が確認されたことで、 より正確な内外での事情が明らかとなった。ノンフィクション小説の佐山和夫、我が名は、ケンドリックでは、レディ・ワシントン号の来日の目的と、日本史に、その事実が記載されなかった理由が示されている。出版情報、串本町日米修好記念館、条例、ペリー来航62年前に米と交流、航海日誌見つかる和歌山、串本町、産経ウエスト、 オンライン、http コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ160428スラッシュ wst160428 0071ダシュ n1.html 2016年4月28日閲覧ありがとうございます。